ただいま、ゆみこさんの方で、焼き鳥を焼いていただいております。その間に日向夏こちらのご飯をいただいています。ではいただきます。さっぱりしてうまい。はい、作り入れていきます。次はズリ、それは皮、もの。はい、じゃあいただきます。そろそろ豚タンが焼けたので、お次はほろ酔いクリームソーダまたジュースみたいなやつが出てきましたけども、これちょっといってみたいと思います。豚タンもめっちゃ甘い。クリームソーダめっちゃ甘い。ジュースだ。何を使っていいんですか？分かんない。なんていうの？俺はそれを見ながら飲ませていただきます。オニオンスープ。オニオンスープ。はい、じゃあ水。水。氷の時だ。無駄にしない。コスメ。はい。何個入れるの？2個。しょっぱくない？大丈夫？あ、そっか、ウイナー入れてもいいな。1個入れてる。5分経った？10分。10分経過。はい。行きます。もうちょっとかな。あと10分ぐらいだね。あと10分。あと10分？あと10分かかる。あと10分待ちましょう。いいよ、飲みな。これ。これを普通に飲む。またか。おかわり。おかわりで。いただきます。これ。またおかわり。同じやつ。うん。いいよ。じゃあ料理を待ってる間に飲んじゃいます。さ、それでは、ゆめぐさんが作った。オニオンスープ、オニオンスープというか玉ねぎの丸ごとに丸ごとにっていうか、なんていうか玉ねぎ、いただきます。精進料理どう、うん、いける、あかん、やっぱり薄い、しょげたりひん、いや、薄いなこれ。うん、でも玉ねぎの旨味はわかる、あっさりやな。私はじゃあここにちょっと塩気がなかったんで、塩をパラリ、オリーブオイル、これでいただきたい。
絶対こっちの方がうまい。まあまずかったらまずかったって言って感想は聞かせてや、うん、玉ねぎもちょっと食べてみて。あ、なんか濃い。私は無理。何言ってるよ、そんな濃くない。濃いわこれ。どう、どんな感じ。でもうまいやろ。うん、美味しいのは美味しいけど、うん、あ、でもこんな野郎巻きを示しやがって。味こっちの方がいいなということで俺の勝負が勝ちました。いや違う、私やでは次はウイスキー、こちらをいただきたいと思います。これちょうだい。じゃあハイボールのあてにタケノコの里、豚麺とモノコの神様なんかこれを食べようとしますグリーン麺豚麺コラボ豚骨風味、とんでもないうまさ。マジか。開けていい？開けていいよ。ちょっと食べてみよう。じゃあこれちょっといただきます。うまい。美味しい。うま。いや、程よい塩加減と豚骨風味。はい。美味しい。どうですか？グリーン豆、豚麺、豚麺、豚骨風味、うん、でしたっけ？グリーン豆、私好きやから。うん。これおへ。買って正解。おすすめ。じゃあ、ただいま、ハイボール家でこしらえてきた漬物、はい、いただきます。キュウリとミョウガとしそ、うめ。そして今日のラスト、じゃじゃん、トウモロコシの丸焼き。これは皮ごと焼いて、これを食べて寝ることにしようかな。どうですか、トウモロコシ。美味しいです。甘いですか。やっぱ旬のもの食べるっていいよね。うん、はい、じゃあ朝のモニボーヒーいただきます。チームカレー、こちらをいただきたいと思います。あとこちらもボスチャンネルさんからいただいた納豆味噌汁、こちらを一緒に食べていきたいと思います。
富士山カレー。うーわ、すんごい色だなこれ。おっちゃんからいただいた。干し芋カレーだっけ。うん？干し芋カレー。干し芋カレー。うん、それでは実食でーす。実食でーす。こちらがおっちゃんからいただいた、うん、干し芋カレー。干し芋カレー。いただきまーす。ん、美味しい。あ、でもちょっと甘めあんな、やっぱり欲しいもの。じゃあこれは富士山カレー。うわ、グロい、グロいぞこの色。うん、マイルド。で、おじさんからいただいた納豆汁。うん、あ、美味しい。うん、うん、ちょっと濃かった。もうちょっと。はい、食べてください。いただきます。どうですか？うん、美味しいのか？美味しいのかな？じゃあ食べてね。すごいねこれ。色が。色すごいよ。味はカレー。でもマイルドね。色的にヤマリコチらしい。ヤンパリコ。おっちゃんからいただいた。うん。おいしい。先ほど炊いた下のこのおこげ。おにぎり、おこげ、醤油ちょっとかけて、これ、美味しいとこじゃないのこれ。いただきます。うん？マジうまい。納豆汁に合う。おこげ大好き。お味は、うん、美味しい。